いらっしゃいませ。ミニチュアカフェアンナです。ご来店くださいましてありがとうございます。こちらのチャンネルは60代一人暮らし元喫茶店のママの幸せな人生の Vlog ということで、私が経験してきた不幸や病気や失敗などから学んだ幸せの作り方なんかをお話しさせていただいております。癒しのバーチャルカフェで楽しいひとときをお過ごしいただけたら嬉しいです。どうぞ最後までお話を聞いていらしてくださいね。はい、というわけでいよいよ私も年金をいただけるお年頃ということで、手続きのために年金事務所へ行ってまいりました。少し前に書類が届いていましたが、もったいつけてしばらく開けないで眺めていました。何のことはないね。明日できることは今日しないというね、ズボラな性格でありまして、先延ばしにしていただけなんですけれども、何かね準備が必要なことがあったら困るなと思って、それでも先月ぐらいかな、開いてみて説明とか読んで、自分に該当するところにマーカーなんかつけたりしてね、でそこまではやっていたんですけども、あ、マイナンバーカードがあれば住民票とかいらないって、そうね書いてあった気がしたので、勝手にあ、マイナンバーカードを持っていけば何もいらないんだって思い込んでしまったんですよね。何かね書き込むところも少しあったんですけど、間違ったら嫌だなと思って専門家に聞きながら書こうと思って、何にも書かないでね持っていきました。そうしましたらですね、まあ住民票の部分は良かったんですけど、なんと受取先金融機関の銀行名と口座番号を書いてくださいって言われましてですね、通帳持ってこなかった。マイナンバーカードで公的給付の支給のね預金口座登録してるから、それで自動的に年金もそこに入ってくるとね思ってたんですよね。ところが紙に書かなくてはいけないということでございまして、だけどスマホにね、なんだっけマイナポータルなんちゃらが入ってるので、そこで見ることができて、それは記入ができたんですけども、あとですね雇用保険の番号を記入するっていうのもありまして、こちらも連動されていないんですよね、マイナンバーカードには。全くお国のねやっていることなので、こちらもねこのマイナンバーカード1枚で済むものだと思ってたら、なんと連動していませんでした。雇用保険被保険者証っていうやつね、探したんですけど、お家で大事な書類をね入れてる引き出しとか見てもなくて、私ねあんまりね物とかねなくさない人なんですけど、まあマイナンバーカードがあるからわかるだろうと思ってね、そのまま行ったんですよね。そしたらなんと連動していなくて、でこれがないと手続きできませんって言われましてですね、後で送ってくださいって書類ね揃えて送ってくださいって言われたんだけど、一度ね年金事務所を出て電車に乗ってねハローワークに行って番号を教えてもらって、でまた年金事務所にね戻りました。で手続き無事に完了できたんですけどね、電車に乗ってハローワークに行くのにね大通公園のところね通ったんですけど、今ね雪まつりやってて、いっぱい外国人のなんか観光客とかねいましたけど、私は雪まつりは寒いので見には行きませんでした。はい、あ、こんな時期なんだなと思ってね来ました。今日はねお天気が良かったんでね、すごく良かったです。どうしてね
送ってくださいって言われたのに、わざわざハローワークまで行ってまた戻ってきて提出したかっていうと、今ね、働き方改革のせいか郵便物届くの遅くないです？昔のように普通郵便でも市内なら翌日に作ってないですよね。雪で道路が狭くなったりしてたら 2,3 日どころか土日なんて挟むともう1週間とかかかる時もあったりしません？4月のね支給日に間に合えばいいんですけど、年度末で混んでたら5月か6月になるかもしれないって言われて、初回の振り込みはね、年金って普通偶数月じゃないですか、振り込みね、支給日でも初回はね奇数月でも振り込まれるんだそうです。まあね、いいんですけど、5月かと思ってね、早い方がいいなと思って今日中に手続きしてしまいたいなと思ってね行ったわけなんですけど、そしてもう一つ残念なお知らせがありました。2月生まれなんですけど、年金はね3月分からの支給となりますということでした。日割り計算とかねしてくれないんですね。はい、仕方がないですけどね。事務所の対応をしてくださった方は親切にね、もう年金のことをいろいろ教えてくださいました。今回は特別支給の老齢厚生年金ですけど、65歳からもらえる老齢厚生年金についてね、私のようにお仕事してる場合、64歳と11ヶ月で退職するのがよろしいようで、詳しく教えてくれって聞いたんだけど、なんかうまく説明できないので、年金と失業手当とかねいうキーワードでちょっとググって見てください。もしね知りたいなっていう方がいらっしゃったらご自分で調べてみてください。ごめんなさい、何の役にも立たないよね、本当にね、本当にもう嫌になっちゃうね。確かね、退職前6ヶ月分の平均賃金が90日間いただけるんですよね、失業保険でね。で、年金もいただけるって確か言ってたような、そしてね、65歳になる前にお仕事を辞めて失業保険をいただく場合は年金の支給はストップされるそうです。で、分かったことは、64歳と11ヶ月となる私の場合は2026年の1月までお仕事をするのがお得って話でございました。本当にね、年金ってみんな違うので、お若い方もね、今一度自分の年金はどうなっているのか知っておくことをお勧めします。私のようにね、こんなギリギリになってから知るよりはね、人生の設計がね立ちますでしょ。とりあえず手続きが終わったのでほっとしました。ほっとしたらお腹が空いたのでピザが食べたいなとか思って、お家の近くのお店にね行きました。お誕生日の前祝いってことでサングリアの白も頼んじゃいました。昼飲み最高でした。なんだか何の役にも立たないお話だったので、急に思い出したことがありますので、ちょっとねそのお話をさせていただきます。最後にね、5分遅れれば1時間遅れる、1時間遅れれば1日遅れる、1日遅れれば1週間遅れる、
1週間遅れれば1ヶ月、1ヶ月遅れれば1年遅れるってね、教訓と言いますか、どこで聞いたのかな、ちょっとそれをね思い出しました。きっと今日ね手続きを終えなければ私のことですから、まずその書類を揃えるのに数日かかり、封筒はカバンに入れて持って歩いて郵便局に行って出すまでまた何日もかかるという。そしたら年金をいただくのがずっと後になってしまうというね、そんなことになりませんように皆さん、年金のことに限らず後回しにしないでね、やらなきゃいけないことは早めに片付けましょうね。明日できることでも今日のうちにしておいた方がいいですよ。話を聞いてくださいましてありがとうございました。年金のお話はもうね、すでにいただいている方たちはもうご存知のことばっかりだったと思いますけれども、これからいただくという若い方に少しでも参考にしていただければ嬉しいです。はい、それでは今日もご来店くださいましてありがとうございました。ではまた。